ターズファクトリー工場長ビタでございます。よろしくお願いいたします。ここ最近はですね、カメラのレビューというよりも周辺機器のレビューを、主にさせていただきまして、で、まあ、そんなにないんですよね。周辺機器言ってもストロボとかも使わないですし、リモコンとかも使わないですしね、レリーズとかも使わないですし、まあ使うといったら、今回紹介させていただいたようなものが、大体メインになってきますんで、まあ、カメラのレビューに戻ろうかなと、いうことで、今回紹介するカメラですが、ミノルタのリマージュ E203 という、機種でございます。こちらはですね、まだミノルタとコニカが合併する前、ミノルタが出してたデジカメですね。200万画素です。で、まあどうなんやろなって思ったんですけど、起動が遅いっていうね、とりあえず起動が遅いというよりも、全ての反応が悪いっていうね、まあそういうもんなんだと思うんですけどね、この時期のカメラって。なんですけども、撮ろうと思ったらもう常にこう自分のリズムを狂わされてる感じで、正直使い勝手めちゃくちゃ悪いですね。で、まあ一応 SD カードミノルタもずっとそうかな、 SD カードなんで、まあそこはまだマシで、炭酸電池使う、2本使う、まあそれもまだマシ、いいんですけど、その点では使い勝手はいいとは言えますが、使う上でですね、やっぱり起動が遅すぎるというか、別に起動中とかね出てくれてたらいいんですけど、なんか今どういう状態やねんみたいな、感じで、なんかこうレンズ伸びる前になんかカメラの画面もつかないですし、どうなってんやろうみたいな、感じなんですよね。で、なんかメニューを切り替えるにしてもすっごいトロいし、なかなか普段使いはしたくないかなっていう感じだったんですけど、撮れる写真自体は結構、まあそこそこ200万画素という割にはいいかなと個人的には思うんですけど、どうしても、テンポが悪いという、カメラでございます。そんなに200万画素の機種も何台か、持ってますけど、これほど悪いもんかねっていう、正直思いましたね。他のはそんなことないねんけどな。で、これですね、炭酸と SD ここに入れるようになってます。で、マニュアルと書いてますが、これはマニュアルモードできるのかな。とりあえずセットアップから、一応ねここが光るんですよ。早っ、今に限って早いです。というかセットアップに入れると早いんですかね、やっぱりレンズとか出さなくていいですし。一応ここに枚数が表示されるんですよ、スタンバイ完了で。また出ないですね、遅いな。出た、何なんでしょうね、こんなもんかな。もともとセルフタイマー、オートパワーオフ、ファイルナンバー、メモリー、ビーポン、撮影レビュー、日時設定、言語、これだけですね、セットアップは。で、再生はまあいいです、再生は飛ばします。遅い。ほらもう何店舗も遅れて、自分がこうちょっと前にやった操作が出てくるんですよね。これたまらなく、イライラしますね。
お今回早いというか、あのムラがあるんですよね。結構なんか早い時、たまに早い時あって、ほとんどまあ遅いですけどね。でこれがオートモードです。ここにですね、モノクロの液晶ついてまして、先ほど、説明しましたが、これが枚数、残り取れる枚数です。で、電池で、この S っていうのはこのここの画面の上の SFE っていうのに、当たる分ですね。サイズ、画面画像のサイズ、これで切り替えができます。3種類です。で、モード、フラッシュ、オート、からですね、セルフタイマーまで、ございます。これは夜景かな、夜景ポートレートで、これが、フラッシュオフで、遠景、マクロ、セルフと、セルフとフラッシュ、セルフタイマープラス他の機能っていうことで、こういう風に、セルフに矢印ついたまま、使いにくいですねこれ。で、あの画面に表示一切何も出ないんですよね。ただ映すのみ。なんかあのフォーカスのね、エリアだけでも真ん中に四角とか出してくれたらありがたいんですけど、全く何も出ないっていう。ここが画面のオフボタン、オンかオフだけなんですよ。これもちょっと使い勝手悪かったです。で、あの液晶がすごいまあ残念なので、ピントが合ってるかどうかちょっと分かりにくいというところも、ありましたね。でメニューボタンを押しますと、モニターの明るさ、オートだったらもうモニターの明るさしか変えれないと。でマニュアルに変えますと、メニューボタン、動画とかデジタルズーム、露出補正、ホワイトバランス、スポット速攻、スローシャッター、モニターの明るさ、カラーモード、これはモノクロかカラーか選べます。というすごい簡単な作りですね。マニュアルではないですもんね。ほんでこれ露出補正がまあできると、あとホワイトバランスとか、設定ができるというマニュアルモードですね。まああのキャノンとかイクシーとかもそうでしたけど、M モードっていうとまあこういうのですね、まあセミマニュアルというかプログラムモードっていうのかなっていう感じです。で、こんだけですね、説明は。もう他は言うことないんですけども、この十字キーの左右とかね、露出補正とかせめてつけてくれたらいいのに、機能何も操作できないんですよここでは。だからメニューの中に入ってメニューを操作するときに左右押すだけのボタンです。縦は一応ズームが、ついてるんでズームはできますけども、なんかもうちょっとね、いろいろやり終わったんちゃうかなって思うんですけど、わかんないんですよね、これがちょっと合ってるかどうか。ピント多分合ってないんですね。ここがピカピカすると多分ダメな気がしますね。そんなことないんか、合ってるってことか、ピカピカすると。そういうわけでもないんですね。全くもって使い勝手が悪いカメラですね。撮れる写真自体は個人的には好みな感じです。色とか割と忠実に出てるんじゃないかなと、思うんですよね。なので、それはいいんですけど、ちょっとな、使い勝手悪すぎるなっていうところで、まあなんかうまいことね、あの使う上で、まあ、割り切って使えれたらいいんですけど、なかなか、いろんなカメラ使ってるとやっぱり、どうしても比較しちゃいますんで、そうなってくると、ちょっと出番は少なくなっちゃうかなっていう感じなんですけど、全然嫌いとかいうわけではないです。まあそこそこ好きじゃないですねこの機種は。
という、コニカじゃない、ミノルタのディマージュ E203 という機種でございます。これオフする時もね結構時間かかるんですよね。今オフしたんですけど、今回割と早いですね。なんか自分の使い方が悪いんですかね。いやそんなことないはず、今と同じような感じで使ってたんで。外に持っていくと日の光とかでなんか動作に影響があるとか、気温温度の変化とかでちょっと動作が変わるとか、まあ、そんなことないと思うんですけど、なんかもうちょっと欲しかったなというカメラですね。でもう一つむき出しなんですよ、レンズ。もちろんレンズの手前にこれ多分プラのカバーがついてるんだと思うんですけど、ちょっとこれが不安ですね。なんかこうカシャってカシャって閉まるあのシャッターのカバー、みたいなのつけてくれよっていうね。多分キャップがつくパターンなんでしょうね。もともとキャップがついてたっていうものなんじゃないかなと、思いますが、カシャって閉まるで、コンデジやったらカシャって閉まるあれが欲しいです、というディマージュ E203 でございました。さくれ、まあ、大したものは撮れませんでしたね、相変わらずですが、さくれをご覧いただきまして、お別れになります。では、今回もご視聴ありがとうございました。